はい、どうもトロンです。今回はですね、ドゥルーズの哲学、彩と反復編についてやっていこうと思います。ドゥルーズですね、ドゥルーズ、読みましたよ、この彩と反復。まあ、難易度的にはベリーハードって感じで、かなり、まあ、前提知識が必要とされていて、まあ、ものすごい、詳細に、有名な哲学的な概念を前提にして、まあ、その考えが述べられているので、とても難しいです。なので、まあ、これをしっかり、説明しようとすると、まあ、永遠に終わらないって感じで、まあ、そして、まあ、YouTube の動画にするようなもんでもなくなってくるので、とりあえず、現時点で私が、まあ、理解したことを元にこの本っていうのはこういうイメージのことを言っているよっていうことを、まあ、伝えれればいいなと思います。まあ、ドゥルーズっていう人を、まあ、簡単に紹介すると、このジル・ドゥルーズっていう人で、1925年から1995年までの人です。でこれはフランスの哲学者で、フランス革命、5月革命ですね。フランスの5月革命とかにも、まあ、関わった、まあ、思想的な基盤となった人ですね。で、まあ、ドゥルーズっていうのは、まあ、たくさん本を出版していて、まあ、その代表的なものが、このドゥルーズの中核の概念を説明している、この彩と反復、そしてその次に出している、まあ、意味の論理学であったり、ガタリっていう人との、協調でもある、アンチオイディプス、そして線のプラトーというような本も書いています。まあ、もちろんそれ以外にもいっぱい書いてるんですが、まあ、そこら辺が有名な本かなと思います。で、まあ、この彩と反復っていうものは、ものすごい射程が広い思想です。射程が広いっていうのは、全て の, この存在論的なこと、あるいは我々の一般的な認識の全ての根本に関わってくることなので、まあ、要するに、まあ、今までの哲学はある意味色眼鏡をかけて、まあ、物事を見て考えているものだったんですよね。でもその色眼鏡を外して、真実のこの世界の姿をしっかり見て、まあ、世界を捉えていこうじゃないかというふうなスタンスなのがこのドゥルーズです。なので、まあ、本当、まあ、根本的には言葉で説明することはかなり困難なんですけど、まあ、クリアに説明することはなかなか難しくて、そこを何とか説明しようと、まあ、あらゆる側面に光を当てて、説明したのが、この彩と反復になります。でですね、まあ、まあ、もちろんドゥルーズ独自の、考え方なんですけど、まあ、今までの有名な哲学者、例えばスコティスだったり、スピノザであったり、ヒュームであったり、ベルクソンであったり、ニーチェであったり、まあ、ハイデガーとかもそうかもしれないですけど、まあ、いろんな哲学者の到達した概念をドゥルーズなりに、解釈して、コラージュして、まあ、パッチワークのように、まあ、コラージュしていって、でドゥルーズの独自の世界観を提示したものとなります。で、まあ、この彩と反復の説明についてなんですけど、彩と反復では、まあ、何を言っているのかというと、まあ、何を言いたいのかというと、この序論に、道筋が書いてあります。それを読みますと、この書物が厳然させるべきはずであったこと、それは神のもの、あるいは世界のものでもなければ私たちのもの、すなわち人間のものでもないような、ある一貫性へのアプローチである。つまり、ある一貫性へのアプローチのために、この本は書かれているわけなんです。で、その一貫性というものは何なのかというと、まあ、同一性というものを排除して、ただ彩のみが反復するという
あの世界の真実です。で、どうですね、まあこの同一性というもの、まずは私たちが一般的にものを見る、認識する形式である同一性、あるいはあの今までの哲学が当たり前のものとして使ってきたこの同一性というものについて説明します。で、我々の見ている世界っていうものは、まあいろんな同一性によって、この世界を見ているんですね。例えばこの、自我っていうもの、まあ、私は私だっていう同一性ですよね。で、自我の同一性があって世界の同一性がある、まあ、世界って何でもいいですけど、あの そこに、まあ、リンゴはリンゴ、そのリンゴだっていうものがあるっていう、そしてその自我と世界の関わりを保証するものとして神っていうものの同一性があるっていうことですね。まあ、神っていう言葉が、まあ、あの嫌な人は、まあ、自我と世界をの関わりを、まあ、ちゃんと関わっているんだよっていうことを保証している何かあるものと言い換えてもいいんですけど、そういう同一性に支えられた、同一性に浸った世界を認識して私たちは生きているということなんです。でもそれっていうのは、まあ、常識と良識に支えられている、まあ、同一性であって、世界の真実の姿じゃないということなんですよね。常識というものは何かというと、まあ、無批判に、現行の価値を受け入れることなんですよね。まあ何と言いますか、まあ、あの世界ってそういうものなんだっていう、まあ、あの物事って、あ、そういうものなんだって、まあ、受け入れてしまうことですね。別にこれが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。あの人ってそういうもんで、まあ、そういう常識がないと生きていけないですよね。もう頭おかしくなっちゃいますよね。で、良識っていうのは、この予見不可能なものを望まないということ。例えば、まあ、リンゴがあって、実はリンゴが1秒後にレモンに変わって、その1秒後に、また元のリンゴに戻ってるとか、普通考えないですよね。そういうふうなことです。なんて言うんでしょう。実はそれは、あの、リンゴではないとか、まあ普通同一性をやっぱりあの担保しようと、まあ、同一的なものだって思いたがっている傾向っていうものは人にはあるんですよね。まあ、そういうものをあの良識と言います。で、まあ、このドゥルーズは常識と良識によって我々は世界を見てしまっているので、この同一性という観点からしか世界を見れていないと批判をします。別に、同一性を否定するわけじゃなくて、それがあの一時的なものではない、それが真実の姿ではないということを言っているんです。なので、ではその真実の姿というものは何なのかっていうと、それはただ差異だけが存在する世界っていうことですね。で、まあ、ここね、タイトルが「差異と反復」なんですけど、まあ、差異と反復っていうと、まあ、差異と反復っていうものは、まあ、別々のものだって思うかもしれないんですけど、まあ、差異があるためには反復が必要になるし、反復が必要なためには差異があるっていうものなんですよね。まあ、ここが、まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけど、差異っていうもののイメージをちょっと説明します。差異っていうものはこの原動的なものの背後にある、この潜在的な領域にあるもので、例えばこの多様体のような、まあ、あらゆるあの形、例えば、あらゆる次元に、置いてこの差異を作り続けているような、どこをとっても差異があるような、まあ、そういうのを微分的とも言うんですが、そういう、ものすごい、抽象的な概念です。そして、まあ、非認証的、まあ、誰の視点からのものでもない、一認証視点でもないし、まあ、他人からの視点でもない、そしてこの その外側の神からの視点でもない、誰の視点からでもない、そういう、
私たちの世界からは見えないものっていうことですよね。そして全個体的、まあ、私たちの物理世界の前提となっている領域の話ということなんです。で、まあ、あのドゥルーズを解説している書物の中には、まあ、誰もそのイメージ図っていうものを多分書いてないと思うんですけど、私が勝手に思っているイメージ図っていうのはまあこんな感じで、まあ、あの潜在的な次元においてこう多様体、まあ、あの最近の宇宙物理学とかではあの超弦理論とかで、ね、絡み合う多様体っていうものが有名なんですけど、まあ、それはちょっと若干マニアックな話なので、まあ、あのググってもらえれば分かると思うんですけど、私はそういうあの常に変動し続けてる次元の高い、多様体のイメージで、この差異の領域を、イメージしています。でこの差異っていうものが、分化、まあ、言動化っていうんですかね、この、まあ、アクチャルとも言いますが、この言動的な領域で、まあ、物理空間あるいは何か私たちの世界における出来事として、出現するわけなんですよね。ただその、まあ、出現の仕方っていうのは、私たちの世界からはそのこの差異の世界、潜在的な世界は伺い知れないものなので、全く、この言動的な領域からは予想することすらできない。まあどんな感じ の, あの潜在的な構造からその言動的なものが生まれたのかっていうことは全く予想すらできないものなんですよね。この潜在的なものから言動的なものに変わることによって、これ全く違ったものに、全く予想できない違ったものになっているので、うん、なのでまあただ言えることっていうのは、この潜在的な領域における、得意点と、まあ、得意点の比率っていうものと、この差異の、まあ、関係の比ですね。まあ、そういう抽象的な記述でしか、まあ、ドゥルーズは言っていないですけど、まあ、何らかのそういう、関係の比率と、得意点の配分によって、私たちの物理世界に、生まれてくる言動的なものが決まっているというふうに言っているんですよね。まあ多分そういうふうにしか言えないんだと思いますけど。で、まあ、もちろんこの差異と反復の世界観においては、ですね、まあ誰のものでもない、私たちは人間のものでも神のものでもない領域の探求なので、例えば私たちの、経験であったり、論理であったり、を土台にして積み重ねていって、で階段を作っていって到達できる世界ではないんですよね。ここがポイントで、じゃあどうやって到達するんだっていう話なんですけど、一気にその真実の世界からバッと見ることしかできないんですよね。うん、まあイメージ的にはそんなスタンスを持ってもらえればいいかなと思っています、うん。でですね、まあドゥルーズのこの差異と反復では、この差異の世界を説明するためにいろんな側面に光を当てて、説明しようとしています。例えばですね、あのイデア的な理念の観点から、光を当ててみたり、あとこの分化ですよね。潜在的なものが いかにこう分化して言動的なものになろうとするのかっていうところに光を当ててみたり、あるいはこの時間論ですね。時間というものを考えることによってこの差異の世界に光を当ててみたりというふうな、まあいろいろな説明の仕方で構成されています。今回は、まあ、誰にも馴染みのある時間について、紹介したいと思います。時間論ですね、ここで。で、まあ、
この時間論から光を当てる方法なんですけど、まあ、3段階で説明しようとします。まず、この時間の第一の総合っていうことですよね。これは生ける現在ということなんで、これは、まあ、ヒュームっていう人が提唱したことに似ているんですが、ドゥルーズっていうのは、まあ、全て、その有名な哲学者の概念を拝借して自分なりにオマージュして語っているので、ヒューム自身 の概念ではないということに注意してください。で、この時間の第一の総合というものは、この時間の土台っていうことですよね。現在を中心とした時間の土台、まず時間というものの大前提として、何らかのこのある瞬間瞬間瞬間があると考えます。で、現在っていうものを私たちというか、現在というものを考えるためには、そのパッて生まれてその瞬間だけを考えても、それだけの終わりじゃないですか。私たちが瞬間というものを考えるためには、ある一定の厚みを持って、縮約して考えてるんですよね。これどういうことかと言いますと、少し前の過去の瞬間と、少し後の、未来の瞬間をまとめて、少し前の過去も少し、後の未来も縮約して、それを現在というふうに、まあ、習慣的に、勝手にそうなるっていうことなんですよね。つまり、とてもミニマムなこの現在っていうものを考えるわけなんです。で、それっていうのはこの、その ある一点で厚みを持った現在を中心に、その前の瞬間を累積的に縮約しているので、まあ、時間というものが、まあ、ある意味こう流れやすくなっているんですよね。ただその現在というものはものすごいミニマムなものなので、生まれて瞬間から流産していくみたいな風にドゥルーズは言っています。なので、これだけでは不十分なんです。この時間の流れの根拠というものを言っているんじゃなくて、その時間の要素についての話がこの時間の第一の総合なんですよね。そしてそのこの時間、その現在という時間 を作る根拠として述べられるのが、この時間の第二の総合ということなんです。これは、まあ、ベルクソン的な、まあ、純粋過去の、概念を借用しています。で、これはこの時間の第一の総合のこのミニマムな現在を過ぎ去らせて、新しいこの現在を到来させるための根拠の概念として提示されているわけなんですよね。で、このベルクソン的な、この純粋過去っていうものは、まあ、別に動画にしているので、そちらを見ていただければよりわかるかなと思いますが、そこの動画では言ってなかったんですけど、その純粋過去っていうものは、この現在というものと、まあ、共存しているんですよね。まあ、ここからがちょっと常識的ではないので、ちょっとわかりにくいと思いますが、実はこの、過去っていうものは、現在というものよりも先に存在している、そして、まあ、あらゆるレベルで、まあ、全てのこの、純粋記憶の領域に蓄えられているので、実は現在よりも、先に存在していて、そして二重化されて共存していると考えるんですよね。まあ、これはなんでこんな考え方をするかっていうと、この現在っていうものの質的なものと過去っていうものの質的なものは本性的な差異があるっていうふうに、まあ、考えるしかないんですよね。
まあ、ベルクソン的な説明では、今現在で感じたメロディー、まあ、ドレミファソラシドでもいいですけど、そういうふうなものと、で過去その現在感じたメロディーをこういくらこの弱めていっても、過去として存在している同じメロディーですよね。そのメロディーは別に、まあ、弱まったりしないですよね。過去は過去としてしっかり再生することができるんです。そういうふうな意味で、過去っていうものは先に存在していて、現在と二重化されて、そしてあらゆる抽象度において蓄えられていると考えた方が、まあ、都合がいいんですよね。なのでこのベルクソン的な純粋過去においては、この現在という動的な平面に対して、純粋記憶のこの円錐 の, あの記憶 の, あの全ての記憶が保存されている領域というものを、考えることによって、この現在というものの時間を流れて、そして新しい現在を到来させることができる。つまり、時間の根拠として、まあ、考えることができるわけなんですよね。まあこれ結構かなり難しい話なんで、本当にこれベルクソンの概念もしっかり理解していないとわけわかんなくなるって感じなんですけど、まあこの結局このドゥルーズが言いたいのは、別にこの純粋過去、まあ、この第一の総合も第二の総合も実は本質的なことではないんですよね。うん。でそれはなぜかというと、結局この純粋過去、時間の第二の総合も、ですね、この純粋記憶、記憶の全体という、この同一性というものを持ってしまっているんですよね。そして現在と二重化されて、ある意味現在の複写として、この過去っていう概念を想定してしまっているので、結局、この循環的にこの同一性というものを保証してしまっていることになるんです。これではまだ同一性というものから抜け出せていないんですよね。つまりある一貫性へのアプローチになっていないんです。一貫して、世界の真実を見ることができないんですよ、まだこの段階には。なので、まあ、どうすればいいのかというと、まあ、時間の第三の総合、これこそが最も才の世界的なものだ。でドゥルーズが最も言いたいことなんです。これが、まあ、永遠回帰、まあ、ニーチェ的、まあ、ニーチェが言っている永遠回帰というものは有名なんですけど、ニーチェの言っている永遠回帰というのは、最後まで言ってないんですよね。ツァラトゥストラはこう言ったっていう本はあると思うんですけど、そこで触れられてる永遠回帰っていうのは、実はこれ最後まできちんと説明されていなくて、まあ不完全な概念、まあ読む人によっては同一的なものも帰還させてしまう、あるいは輪廻転生みたいな感じでイメージしてしまうような人も、まあ、多いと思うんですけど、ドゥルーズはそうではないということをしっかり言っています。永遠回帰っていうものは毎回才の伴う反復だっていうことを言っています。つまり同一的なものを一切帰還させることがない、毎回新しいものの生成の永遠回帰だっていうことを、まあドゥルーズは言いたいわけなんです。でこの同一性にとらわれない時間の概念というものはどういうものかというと、こういうしかないんです。時間の空虚の形式、時間の空虚の形式なんですよね。つまり誰のものでもない、ただ時間の形式が存在するだけのものなんです。なので、まあ、私たちが経験的に知ることはもちろんできないわけなんですよね。でこれの役割っていうものは、この言動的なもの、
伝統的なもの、まあ、アクチュアルな世界に、まあ、現在であったり、まあ、この同一的なあの世界で浸ってる世界に対して、ただ差異を刻み込む、そういうふうなものだということを言っています。まあ、ある意味、どこに落ちるかわからない雷みたいなものを、まあ、私はイメージしたんですけど、そういう、ものを考えることによって脱根拠化ができると。ここで、時間の、まあ、ミニマムな要素を想定して、でここでその時間のミニマムな要素を流すためのある意味超越的な概念を考えたんですけど、実はその根拠というものはそこが抜けているんだっていう、そんな確かな同一性なんていうものはないんだっていうことが、まあ、言えるわけなんです。まあ、無定っていうことですよね。でですね、まあ、このドゥルージュが一番言いたかったこの延々回帰の思想、あるいはこの差異と反復のみが世界の真実なんだっていうことが分かったと思います。うん、でですね、じゃあ神もいない、同一性もいない、不確かなものなんてどこにもない、根拠は実はそこが抜けているんだっていうことが分かったところで、じゃあどうすればいいのってなるかもしれないですけど、まあ、そこからが一番のポイントで、まあ、もうまさにそれこそ答えがないことが答えなんですけど、それぞれの解釈に委ねられるんですが、まあ、私が思うにはその不確かね、まあ、動的ね、ただ肯定しかない、そのことこそが、まあ、私たちにとってとても大事なこと、で毎回新しいものが生まれること、これこそがとても価値のあることなんだと思います。まあ、ここら辺はあのそれぞれの解釈に委ねたいと思います。この辺で、まあ、以上にしておこうと思います。ドゥルーズはまだあのアンチオイディプスっていうあの資本主義的な側面から光を当てた本があるので、まあ、そっちの本もいずれ紹介してみたいと思っています。今回は、以上となります。ありがとうございました。